がないと苦しんだ我が国に伝わったのは奈良時代の頃と言われ、平安時代の宮中では大晦日の夜に追加式が行われ、各人生は正月の地上へ祈願の地平なので節約と言われる最終日の夜、こちら城内を走り回る行事のようで催されておりました。これらがもともと我が国にあった国際の結束行事の途中を集合し、それらが招いてもらいながら歴史に広がり、やがて春を呼び出し、国際行事として結束してきました。植物とは中国から伝わった季節のその最終日の上には、大勢の芸術家たちが残る中、鬼橋と呼ばれる行事が行われていました。その模様を鎌倉時代に書かれた文献をもとに再現すると、このように、僧侶たちの仏教の声、ラジオの音が聞き渡ります。これは、男たちが両手に持った火の棒で床を激しく連打するとです。すると、足音の恐ろしげな演技の鬼が入ってきて、城内を走り回ったんです。一匹は、手に小鬼の土を持ち、Oh!
Yeah.